波岡バイパスは、青森県青森市浪岡市も蘇川から同市鶴ヶ坂に至る、全長約12.6キロの国道7号のバイパスである。全線4車線で設計されているが、現在は暫定2車線となっている。青森市波岡台、車下付近東北自動車道波岡 IC から台車下の国道101号交差点までは先行して、 開通していたが、2004年11月27日に、道の駅並岡と、並岡 IC、津軽自動車道接続口の間と、国道101号交差点から台車下までの区間が開通し、青森市目ヶ沢から同市鶴ヶ坂までの8.2キロが一本のバイパスでつながった。鶴ヶ坂では、再び鶴ヶ坂バイパスに接続する。アップルヒルからは、 青森県道27号青森波岡線のバイパスに接続する形で国道7号や青森空港方面にアクセスする。女川より南側の女川ざわ港区では2009年11月25日に約2 1トルが開通し、下蘇川以南には国道7号時はバイパスを経由して弘前市方面に接続した。またこの開通に伴い、 女香沢から、下、蘇川の旧道は、青森県道285号浪岡藤崎線に、降格した。唯一の未供用区間である、鶴ヶ坂港区は2010年度より、用地買収に着手する予定であったが、国土交通省の2010年度予算概算要求で、事業が休止されている。国道7号浪岡バイパス部分開通のお知らせ、記者発表資料。 ありがとうございます。